はい、皆さん、こんにちは。こんにちは、聞こえますか？ ああ、すごいね。なんかね、こんな、まさかオンラインで皆さんとこうやってつながれるとは思いませんでしたけど、私、皆さんと3月まで練習する新しいガムランの曲をお約束通り作曲しました。で、さっき鍋島先生がお話ししてくれたみたいに、カメカメクラクラという名前の曲を作りました。で、本当はこの年明け皆さんのとこに行って、一緒にじゃあこういう曲ですよって言って練習をしたかったんですが、まあ皆さんもよくご存知の通り、今コロナウイルスが大変ですよね。で、私たち東京に住んでるので、結構いっぱい感染者が多いところだから、まあちょっと高知に行くのは良くないかなということで、でちょうど運良くというかね、学校にもインターネットが使えるようになったということで、じゃあ今回思い切ってオンラインでやってみようということで、初めてオンラインの授業をすることになりました。A と B をつなげるところ、どうやって A から B に行くか、また B から A に戻るかっていうところをやりたいと思います。からです。せーの、3、はい。ちょっと速くなります。速くなって、太鼓がタン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 ってリズムを叩くのがだんだん速くなったら、みんなも合わせて速くなります。なので、太鼓と箏の人、ダンダンの人と先生と箏がチームになって、一緒にこうリズムをちょっと速くなってきます。で、先生が鈴をシャラシャラシャラーンって鳴らしたら、ゆっくりになりますよっていう合図です。そしたらゆっくりテンポ落としてって、で、最後一拍の残して待つんだよね。で、ゴング、ジンくんゴーンって鳴らしてくれたら、みんな最後のと「ロク」って叩いておしまいっていうふうに終わります。我々は来月はなんとか高知に行きたいと思ってますので、そこでまたみんなに直接会えたらいいなと思ってます。はい、じゃあありがとうございました。1組さんがアングルと歌で、2組さんが鑑賞っていうので1回練習しましょうか。初めて他のクラスの合奏と歌とアングルを合わせますよ、今日。はい、なので多分楽器の人あんまり強く叩くと歌が消えちゃうよね。で、テンポがすごい速いとアンクルの人が入れなくなっちゃうから、ちゃんと太鼓の、鍋島先生の太鼓のリズムを聞いて、慌てず大きくなりすぎずやってみましょう。
で、2、3、5、6ですね。Thank you.
かり楽器もしっかり弾けたし、歌もしっかり歌えたし、本当にもう100点満点じゃ済まないようなね演奏になったなと思って、私たちもすごい感動しています。どうでした、楽しかったかな。あ、よかったね。なかなかレアな楽器なので、さっき校長先生おっしゃったように、まずなかなかね演奏に触れることはなかなかない機会なので、もし今回皆さんのガムランの演奏に携わってガムランが好きになってくれたら、せっかく砂林からこんなに立派な楽器が届いたのに、今までなかなかね使われる機会がなかったという楽器さんにとってはとても悲しい時間だったんだけど、今回みんなが弾いてくれてすごい楽器も喜んでると思います。で、眠ってた時より全然音も良くなってきたと思うので、ぜひこれを花の東小学校の、まあ、ある意味第二の校歌みたいな感じで毎年演奏してもらえたら、私も作曲してとてもそれ以上嬉しいことはないです。今日リハーサルからもう感動してしまって、もうあの涙をこらえるのに必死、もうずっとそんな感じだったんですけど、本当に素敵な音楽を、ガムランの曲を聴かせてもらって本当にありがとうございます。そうですね、あの宮城先生が言ったように、本当もうガムランはあの特にそのガムラン、いろんな音楽がありますけど、その助け合って、お互い助け合って一人じゃ演奏できない音楽だよね。あの誰かが出てもいなくなくなくても、あの一つの音楽にならないものなので、あのお互い助け合ってそれで一つの音楽を作り上げるっていうことがみんな分かったんじゃないかなというふうに思います。あのぜひともこれからもあのずっとずっとこの花の東の伝統として、あの神々が演奏されることを心から願っています。また、はい、今日でお別れになるのは本当寂しいんですけど、でもあのまた必ず来ますので、あの一緒にガムランやりましょう。はい、以上です。ありがとうございます。